にちは。 K-POP 専門ダンススタジオマルインストラクターのスンです。今回はワナワンナンバーワンの11のレクチャーをしていくので、皆さんもよかったら一緒に踊りましょう。ファー、シック、セラ、エ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シック、セラ、エ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シック、セブン、エ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シック、セブン、エ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シック、セブン、エ、ド、ワン、ツー、じゃあ始めていきます。まずは、足を2人より広めのスタンスで開いてあげて、斜め前に走るようなイメージで落としたり、そしたら手をズンズン、紐を下から引っ張っているようなイメージ上げてあげて、そしたら膝も一緒についていってセーブ8で指を出してから8来たら手はブン回す、内側に回しながら胸をグレイスースリー、下から上がっていく、呼吸をするようなイメージでスリーフォーから前パッシックス、指を刺す、指を出して前から寄せてくる、パッシックセブン、はい、肘を上げてから終わります、はい、最初からいくとパッシックセブン、エイワンツースリーフォーパッシックセブン、エイきたら肩をドン押す、で、小手で押してあげるようにね。その時に膝をドン前。ワン、ツー、から足を出して、うん。手は、円の運動を意識してあげて、斜め下まで、肩からの線がつながります。ワン、ツー、スリー、フォー、来たら、頭を、うん。やりながら、今、つま先に体重が乗ってるので、これを内側に入れながら後ろの足を入れたい。スリー、フォー、ファイ、シックス、来たら、セブン、エイ、エン。はい。それが、セ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、エン。そしたら手首で、また円をぐーって返す。その時胸を出して、セブン、エイ、エン、ワン、ツー。到着したらすぐ、ツー、エン、足を開く。体を引っ張ってようなイメージで、ツー、エン、スリー、フォー。で、引っ返ってきたら手を後ろから、ファー、シックス。この時足を、両足一回つま先にしてから、入れ替える。スリー、フォー、ファー。シックス、そのままの流れでまずかかとをつけてセーブン、エン、手はうん回してきて、シックス、セーブン、エン、したら手を肩みぞおち下につなぐ、ここ線がつながってるイメージを忘れて、で、軽くうなずきながらセーブン、エン、で、当てたら、肘を止めた状態で、カン。で、うん、え。はい。もう一回いくと、セーブン、え、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シッ、セーブン、エイ、エン、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ファー、シッ、セーブン、エイ、ワン、ツー、スリー。たら、3、4、体の向きをこっち斜めに向けてあげて、4、この状態で後ろに向かってバックウェーブをするようなイメージで行って返してあげる、5、6、止まったらセーブ、前から使う、さあ胸の合いそれを左前後ろ8、
はい、そこまでまず最初からいくと、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、エン、ワン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイト。したら、後ろに、ツー、ブン。うん。軽くレイをしながら、ブン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 。ちょっとリズムが難しいんですけど、動画を見ながら覚えてください。で、その時、カプカカカカ、手は前に鳴らす。タタタ、ブン。うん。よくできたら、手を下から、ブン、上げて。足はチェンジ。ドン、ツー、スリー、フォー。手は前に上がってるやつを下ろしてくれ。ブン、ツー、スリー、フォー、ファー、シー、セブンで、手は斜め下、この形で引っ張って、胸を出したい。セブン。2、3、4、5、6、7になります。はい。で、これをドン、一回落とす。落として、上げて、キャッチ。クロス、ブン。で、カッカッ。で、カッ。本人さん、ここでやってみましょう。さあ、じゃあ、ただ、ただ、うん。で、終わりです。はい、もう一回確認していくと、ブン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、セブンになります。後半つなげていきましょう。カッ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 きたら、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ。今日はここまでになります。お疲れ様でした。この曲は、ちょっとカウントで教えてはいるんですけど、実際は結構遅撮り、カウントよりちょっと遅く音を取るような、振り付けになっているので、僕が踊った動画とか、その本人さんたちの動画とか見ながら、いろいろ試行錯誤して、踊っていただけたら嬉しいです。そして、チームマルやスタジオマルについての情報は概要欄に載っているので、そちらもよかったらチェックしていただけたら嬉しいです。お疲れ様でした。